それも何かの縁ってことで一緒に回らない？でもヤマト、私たちまだやることが。もう準備は終わったし、やることなんてないじゃん。そうだよな。うん、そうだね。いや、絶対に嫌。それなら、あなた一人で行くといいわ。ちょっとめぐるくん、あなたはどうなのよ。僕も少人数の方がいいかなって。そうよね、それでこそ私のパートナーだわ。ということなんだけど、あれ、何やっているの？桃井くん、置いていくわよ。あ、ちょっと待ってよ。いいよ、立花さん。ここは諦めて彼らと一緒に行動するしかないよ。そんな落ち込まんと、僕が楽しませたるから。別にあなたと一緒に遊ぶなんて言ってないでしょ。そんなきっついスミちゃんも最高やわ。だからスミレじゃないって言ってるでしょうが！はあ！おが！はん！いや！はいはい、報復に浸っているとき悪いが、さっさと行くぞ。さあ、橘さん、僕たちも行かないと。ああ、気が乗らないな。気持ち悪い。そのセリフ、今日何回聞いたかしら。だって大丈夫かい？さて、次はハイスピンコースだよ。ねえ、めぐるくん聞いてるの？ちょっとやめてよ、立花さん。そんなに揺さぶられたら、うん、みやこさん、やめなさいよ。桃井くん、困ってるじゃない。次はイリュージョンマウンテンよ。え？取材のためには何度も乗ることが必要なのよ。一回乗っただけじゃいい記事は書けないわ。バカね。取材だからこそいろいろな乗り物に乗るんでしょ。何よ、マスコミュニケーションが何たるかも分かってないくせに。あら、今日は誰のおかげでここに来れたのか忘れたわけじゃないでしょうね。私は直人さんに券をもらったんだから関係ないわよ。
どうした？ああ、そうだ、そうだよ。どうかしたの？これこれ、これ見てよ。ウォーターアイランドフォトコンテスト？そうなの。私たちが持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画なんだって。園内で撮ったベストショットをメールで送るのさ。優秀作品にはなんと賞金10万円。10万円？私たち5人で写真を撮ってコンテストに送ろうって決めてたの。すっかり忘れてたわ。ま、他にやることがいろいろあったからな。そうだ、今から1時間は撮影タイムってことにしようよ。それで新聞部のめぐるくんに4人のうち誰の写真が一番いいか見てもらわない？いいね。そこで選ばれた写真が10万円に一番近い写真ってことになるんだな。じゃあ解散。1時間後にこのからくり時計の下で待ち合わせね。ええ、携帯フォトコンテストに応募する写真を撮りに行くって言ってたよ。また1時間後にここへ集合だってさ。え、携帯フォトコンテスト？僕が持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画らしいよ。優秀作品には10万円がもらえるんだってさ。え、本当に？じゃあめぐるくんも応募しなさいよ。え、僕が？え、賞金はみんなで山分けね。そんな無理だよ、僕写真なんて自信ないし。それに最近この携帯に変えたばかりだから、まだ数えるくらいしか写真機能を使ったことないよ。じゃあ私が撮るから貸して。え？お取り込み中のところ悪いんだけど、それ事前登録が必要みたいよ。それじゃあ諦めるしかないよね。もうどうしてこういう重要なことを事前に調べておかなかったのよ。そんなこと言われても。1時間後に待ち合わせ、結構時間があるわね。私たちもどこかへ行きましょうよ。それもそうね。じゃあここはめぐるくんの意見で決めよっか。え？また僕が？ジャングルパークに行ってみない？熱帯のジャングルを再現した施設みたいなんだけどさ、放し飼いの動物と遊んだりカヌーに乗ったりできるらしいよ。ふーん、面白そうじゃない。じゃあそこに決定ね。あ、暑い。なんかムシムシしない？
なんだか昼でも落ちてきそうな場所ね。怖いこと言うなよ、忍。えい！なんだ、水滴が落ちてきただけか。バカね。ここは遊園地の中にある作り物のジャングルよ。ビルなんているわけがないじゃない。ねえねえ、めぐるくん。もし海外旅行に行くとしたら、こういう暑いところと寒いところ、どっちがいい？僕は寒いところがいいな。カナダとかスイスとか。私も寒い場所の方がいいわね。それも雪があるところがいいわ。一面の銀世界だなんて、どこかロマンチックじゃない？私は暑いところの方がいいな。だって南国の方がパインとかマンゴーとか美味しいものがいっぱいありそうだし。本当だ、カイさん。あ、めぐるくんたちもここへ来たんですか？うん、カイさんは一人？ここに来るまではヤマトと一緒だったんですけど、なんか急にこういうところ苦手だからってどこかに行ってしまって。へえ、そうだったんだ。さんはここで何してたの？ずっと何か見てたみたいだけど。え？いえ、ちょっとぼーっとしていただけです。昔遊園地に来た時、ああやって私も肩車してもらったなって、なんか懐かしくて。カイさんは一人っ子？いえ、血のつながらない姉が三人いて、私はその一番下なんです。そうなんだ。それで私は毎日姉たちにいじめられて、お城の舞踏会に行かせてもらえないの。え？そうですよ。ねえねえ、チャットっていつもどんなことを話してるの？そうですね、学校であったこととかテレビの話とか、そんな感じです。カイさんは学生だよね？ううん、高校は卒業したんだけれど、ちょっと病気を患って大学受験ができなかったんです。だから今はシルバーと同じ予備校生ってことになるのかな。へえ、そうなんだ。チャットのメンバーで特に仲のいい人とかっている？そうですね、よくザップとはパソコンの話をしていましたけど。
とシルバーは気が合うみたいでした。みやびはみんなのまとめ役って感じで。チャット以外で他のメンバーと連絡を取り合うことはないの？みやびがチャット外での交流は一切禁止していたので。時間まで余裕があるわね。じゃあ他の場所も行ってみようか。プールに行ってみない？せっかく水着持ってきたんだし。そうね、プールもここの目玉の一つなんだから、ちゃんと取材しておく必要があるわ。このウォータースライダーはかなり種類があるみたいだし、生地にするにはもってこいね。しのぶは？別にいいわよ。せっかく荷物になる水着を持ってきたのに使わないのはちょっとバカらしいし。そうそう、私ビーチボール持ってきたの。そうだ、日焼け止めを塗り直さないとダメね。あ、私持ってくるの忘れちゃった。それくらい貸してあげるわよ。本当？くんも使う？え、僕はいいよ。そう、若いうちからしっかり対策しておかないとシミになるのよ。あ、わかった、借りるよ。私、学校以外のプールで泳ぐのすっごく久しぶり。私もよ。前に買った水着はもうデザインが古いから新しいのを買ったの。え？どんなやつ？の番よ。ちょっとめぐるくん、よそ見しないでよ。早く取りに行かないとボールが流れていってしまうわよ。ごめん。めぐるくん、早くボールをこっちへ返してよ。そんなにせかさなくても。早く早く。はいはい、わかりましたよ。いやー、眼福ですな、兄さん。え？なんだ、ザップか。そんなところで何してるの？何って、写真撮りに来たに決まってるやろ。
写真？まさか水着の？ピンポーン。出ろ、みやこちゃんとしのぶちゃんの写真撮って送ったら10万円ゲットできそうやと思え。ダメ、そんなのダメだよ。でもさすがに2人を画面に入れると小さすぎていまいちやな。どっちか1人に絞らんとな。なあ、どっちの水着の方がええと思う？どっちって言われても。そんな難しく考えんと、直感と好みでええから。立花さんが着てる水着の方が好みかな。ほな、みやこちゃんを取っとこ。なんやねん、大声出して。勝手に写真なんて撮らないでよ。別にええやん、減るもんやなし。あら、あなたは。みやこちゃんもしのぶちゃんもよう似合ってんで、その水着。そう、ありがとう。ああ、そや、さっきめぐるにどっちの水着が好みかって聞いたらな。決まったわけやないで。何か理由があるのかもしれんし。チャットのメンバーが顔を合わせるのは今日が初めてだったんだよね。せやで。あー、でも1ヶ月前に。え？何？なあ、なんでもない。あなた、みんなのことどれくらい知ってるの？例えば本名とか。知っとること？そうやな、ハンドルネームと年齢くらいやな。他のみんなも同じやと思うで。携帯の番号とかメールアドレスなんかも知らないの？お互いの個人情報は聞かへんってリーダーのみやびが決めたからな。ショット写真が撮りたいんやけど、シャッター押してもらえへんやろか。やだ。ツーショットがあかんかったら、みやこちゃん一人でもええから。ダメ、却下。そんな殺生な。
しのぶさん、そろそろ行こっか。ここにずっといたら他の場所を回る時間がなくなっちゃう。じゃあ僕も着替えようかな。待ち合わせ時間までまだ幾分時間があるわ。